俺みたいな人間は一人で十分だ。そうだな。後でな。やるじゃないか。お目当ての王はサーバールームで訓練中だ。せいぜい頑張るんだな、ジャック。ライデン、サンダウナーの通信は最上階からのようだ。まずは上に向かってくれ。エレベーターは動いていないようだな。当然といえば当然だが。俺が制御ユニットにアクセスする。それでハッキングできないか。おお、賢い子だ。ぜひそうしてくれ。ん？外を警備していた連中がビルの入り口から入ってきたようだ。ライ、入り口に戻れ。ハッキングが完了するまで時間を稼ぐんだ。乗り込んでくれ。ライデン、そのビルはセキュリティ上低層エリアと高層エリアで2つに分かれているようだ。低層エリアは一般社員のオフィスや一般の来客とのミーティングスペースなど。高度な軍事機密や技術研究などは高層エリアでのみ扱っているらしい。脳のあるサーバールームとやらも当然高層エリアにあるわけだ。ああ、だがそのエレベーターは一般社員や来客のためのものだ。20階で降りてセキュリティゲートを通らない限り高層エリアには進めない。また左手か。いや、警備サイボーグの ID ではゲートは開かないだろう。とはいえ幹部たちは避難済みだ。どうしろと。ゲートへの電力供給を断つしかない。とはいえ電力は予備電源を含め3系統から供給されている。その全ての配電盤を破壊するんだ。さあ20階に着くぞ。やるじゃないか、ねえ。この辺りに配電盤があるはず。これでセキュリティが解除された。ゲートへ向かってくれ。ライデン、通核抑制は元に戻していいか。いや、このままにしてくれ。この痛みは必要なものだ。そうか、そう言うなら止めないが。それにしても私も多くの兵士をサイボーグにしてきたが、君の経歴はやはり特殊だな。今さら何を言っている。第一、あんたがサイボーグにしてきたのは所詮先進国の元軍人ばかりだろ。第三世界の元少年兵なら俺よりもっと悲惨な境遇だってやつも多いはずだ。世の中じゃそうしたゲリラをあんたの作ったサイボーグが蹴散らしてるってわけだ。そうかもしれんが。あんたはそれぐらい理解していると思っていたんだがな。分かってはいるが。まあいい、あんたは脳の救出に協力だけしてくれればいい。俺たちは単なるビジネスパートナーだからな。うん。外からも来たか。やつら無茶しやがる。自身に戦ってやる必要はない。先を急ぐことだけ考えるんだ。のおかげで階段室に入れたようだな。まったくバカな連中だ。
とスライダーが多いな。あいつらを利用できないか。面倒だ。そのまま壁を駆け上がれ。まで来たようだな。あと少しだ。奴らの最新の警備データを分析した。その先に VIP 用の屋内庭園があるようだ。まずはそこに向かってくれ。屋内庭園だと。随分と優雅な話だな。日本の古い庭園を再現したもののようだ。どうもワールドマーシャルの幹部に日本好きがいるらしいな。それでその庭園をどうすればいい。盆栽の剪定でもすればいいか。いや、その庭園を抜ければ貨物用のエレベーターにたどり着けるはずだ。低層階の制御ユニットからたどってどうにか貨物エレベーターもコントロールを奪えた。サーバールームの場所も分かった。貨物エレベーターでたどり着ける。さすがだドクトル。全ては若くて新鮮な脳のためだよ。それでは庭園に向かいたまえ、ライデン。正面からの出口は閉じられていて進めそうにないな。上にあるキャットウォークが資材搬入用の通路に接続されている。そこを通ってエレベーターへ向かうといい。よし、その先にある資材搬入用の通路からエレベーターに向かえ。すまない、ダイ。すっかり遅れを取ってしまった。気にするな。それよりお前にはまだ礼を言っていなかったな。何の話だ。俺がジャックを取り戻したのはお前のおかげでもある。礼には及ばない。だがあれがお前の本性だったというわけか。そういうことだ。それでも俺に協力するか。今のところ目的を変更する理由はない。元よりお前の行動は感情的なものだ。弱者を守ると言ったところで全ての弱者を守ることなどできない。全てのストリートチルドレンを、全ての人類を救うことなどできない。今になって分かったが、お前は自分と境遇が似た相手に共感を抱いているに過ぎない。だろうな。正義だと主張するつもりはない。だがその感情は分かる。俺にも共感できる。共感したければしろ。ならば引き続き協力してもらうぞ。ああ、了解だ。その先の貨物エレベーターでサーバールームにたどり着けるはずだ。上を見ろ。隣のエレベーターが近づいているようだ。まず敵が乗り込んでくる。発射する。この先がサーバールームか。ああ、そのはずだ。
だがどんな場所なんだ。脳に VR 訓練を施しているとなると真っ当なサーバールームじゃないはずだ。ああ、おそらくは脳ユニットに酸素や栄養素を送る生命維持装置が大きな位置を占める。それらに VR データを送るサーバーも当然あるだろうが、おそらくサーバールームという名は便宜的なものだろう。あるいは隠語のようなものかもしれん。 CIA をカンパニーと呼ぶようなものか。ああ、それなら万一一般社員の耳に入っても聞きとがめられない。あとは推測だが、計画に関与している連中も VR 訓練室とは呼びたくなかったんだろう。言葉を変えることで実態から目をそらす、人間の脳の優れた現実逃避能力だ。それにしてもサンダウナーはどこにいる？そのサーバールームか。俺を殺したいならとっとと出てくればいい。勝つ自信がないのか。一応は警備の指揮を取っているはずだが、奴にとってはこれも半ば遊びなのかもしれんな。イライラともっともらしいことを言ってはいるが、あの男がビジネスのためだけにこんなことをしているとも思えん。だろうな。ワールドマーシャルの連中はビジネスのつもりなんだろうが、おそらくあの男は違う。バカな、ミストラル。いや、おそらくスペアボディだ。中身は AI だろ。今度はモンスターのスペアか。だが中身が AI だろう、恐れる必要はない。彼らは VR 訓練中だ。邪魔をするな。懐かしい。彼らの訓練にはリベリアでの少年兵育成プログラムが応用されている。つまり彼らは仮想空間の中で過去のお前と同じ体験をしてるってわけだ。知っての通り、リベリアのあのプログラムは非常に優れていた。だが今の時代、先進国主導であのような訓練を行うのは困難。だから我々は脳に信号を送り、訓練を仮想体験してもらうことにした。夢を見ているようなものさ。その夢の中で無抵抗な捕虜や市民を殺してもらう。ガンパウダーも必要ない。中毒成分は脳の血管に直接送り込む。訓練が終わり次第、彼らはサイボーグのボディに組み込まれて出荷される。なぜこんなことが必要かわかるか。鬼畜が、子供なら洗脳しやすいってわけか。それも間違いではない。だがそもそもなぜサイボーグが必要となったのか。戦争の原動力は残虐行為だ。残虐行為が復讐を呼び、さらなる残虐行為を呼ぶ。教えてやる。真の答えは人間が無人機より残虐だからだ。我々は子供の持つ人間本来の残虐性を引き出しているに過ぎん。ご立派な企業理念だな。まだわからないようだな、ジャック。脳なんかいくらでも払える。この脳にボディを与えて解放すれば終わりか。無駄なことだ。需要がある限り何度でも同じことが繰り返される。戦争を欲する者がいる限り戦争屋は消えん。欲する者、愛国者たちは消えたぞ。奴らは需要と供給のバランスを調整しただけだ。なぜ太古から戦乱は絶えん。全て秘密結社の陰謀だとでも。いいな、
戦乱は人間の本質だ。そしてまた3時間後に大きな需要が生じる。あの911が我々の黄金時代をもたらしたようにな。何をする気だ。ついてこい。サンダウナを追え、ライデン。今度は逃がすなよ。商品に気兼ねせず遊べるだろう。3時間後に何をする気だ。手遅れ。現行機の巡航速度はマッハ 2.0 も出ない。そもそもお前はここから生きて帰ることもない。随分と強くなったようだという。これがお前
ちらライデン、ワールドマーシャル社のビルを制圧した。いいぞ、ちょうどデンバー上空に着いたところだ。すぐにそっちへ向かう。分かった。ライデン、さっきのサンダウナーの話だが、奴ら何を企んでいる。911に匹敵すると。しかもタイムリミットは3時間後だ。マッハ2では間に合わないと言っていたが。だりゃ、マッハ2といえば3時間で4500マイルは飛べる。となると911のような米国内のテロじゃない。だが911に匹敵するほどに PMC の需要を上げる事件などどこでもできることじゃないぞ。小国でクーデターや内戦を起こした程度じゃ PMC の需要はそこまで変わらん。アメリカ主導で大きな戦争を起こすつもりか。奴らまさか。どうした。大統領だ。大統領はパキスタンに向かっている。パキスタンで大統領の身に何かあれば。なんだと。それなら確かに対テロ戦争再燃の口実になるかもしれん。軍に連絡は。俺はロシア人だ。米軍の退役将校ほどの太いパイプはない。メキシコの一件で風当たりも強い。そもそも証拠がない。第一、ワールドマーシャル社といえば米軍の身内も同然だ。だがこのまま見過ごすわけには。悔しいが俺たちには何もできん。仮に最新鋭の戦闘機を借りたとしても間に合わない。ちょっといい。パキスタンに行くのに戦闘機は必要ない気もするけど。コートに。 COTS の開始以降、民間企業の RLV が次々と第一宇宙速度を達成してる。あ、第一宇宙速度といえば、1気圧での概算だとマッハ23、時速で言えば17650マイル。パキスタンまで30分とかかな。よし、彼女に連絡してくれ。カーゴは準備完了です。よし、セミオートモードで離陸する。昔は宇宙飛行なんて準備に何日もかかったものだが。彼女の施設では軌道に乗らないなら準備はすぐにできるらしい。最近じゃ毎日のように大気圏内の試験飛行を行ってるって話だ。人類もそろそろユリカンを出る時が来たか。こいつはめでたいことだ。熱圏までは上がるが、カーマンラインは越えない予定だ。次は月にでも行きたいところだ。土産はモノリスか、5万年前の死体か。いかん、何か来るぞ。はい。奴らか。だろうな。解析結果は無人機 MQ320 最新型だ。まずいな。ああ、こっちはただの輸送ヘリだ。太刀打ちできるぞ。ミサイル。なってこい。慣れるといいんだがな。
回収してくれ。簡単に言ってくれるんだ。忘れ。風に落ちたようだな、ライデン。だが無事なようで何よりだ。なんとかデンバーを脱出してくれ。無事か、ライデン。心配するな。俺ならうまくやる。あんたは脳の方を頼む。君はどうする気だ。この町を出て宇宙港を目指す。レイのお嬢ちゃんの会社か。確かそこもコロラド州だったな。ああ、車なら2時間とかからない。どこかで車かバイクでも拝借させてもらう。避難命令のおかげで乗り捨てられた車も多いようだ。だが道も塞がれているんじゃないか。それにまたミサイルでも撃たれたら。まずは奴らの本社から離れないと。追っ手を振り切ったようだな。なんとかな。その先にはバリケードもないはずだ。足を確保して一気に引き離せ。ああ。あいつを使わせてもらおう。の状況は先ほどコロラドを抜けた。追ってもない。そうか、見えてきた。実は奇遇だな。ざれ言はよせ。だが行儀よく待てたようだな。そいつは褒めてやる。無益な殺生はこのもん。そうだろうな。で、次の戦争でどれだけ殺す。そいつは無益じゃない。金が儲かれば確かに有益だろうな、お前たちには。金の話じゃないんだ、ジャック。
想の問題だ。理想だと？だが何が正しかったのか決めるのは俺たちじゃない、歴史だ。俺たちは剣士だ、戦うだけだ。そうだろう、ライデン。俺が決める。誰かの決めた正しさなどに興味はない。ほう、そいつは面白い。いいぞライデン。やるのか、二人とも。手出しは無用だ。まあ見てな。決着だ。オーケー。いざ参る。細胞化してないとはな。サム、これで本当に良かったのか、俺には分からん。 AI にも分からないことが。正しさに唯一の答えはない。故に人は争う。争いを生むのは悪ではない。それぞれの規範や理想の対立だ。だが俺が従うべき規範はどこにある？自分の知性で考えるんだな。ID 付きか。使いたいか。高周波を流したところで切れ味は刀の出来次第だからな。だがそれはあいつが師範から受け継いだものだ。墓標にするか。いや、形見にさせてくれ。タイムリミットまで1時間を切った。急げ。了解。
ライデンス様でいらっしゃいますか。彼女、今お呼びします。こっちよ。久しぶりね、ライデン。ああ、元気だったか。その可愛い子は迷える子羊だ。お手それよりまた大変なことになったみたいね。すまないな、急に。気にしないで、こっち。どこにあるんだ。すぐよ。あれはお前が。ええ時間がないんでしょ。乗って。わかった。ありがとう、サニー。目的地までの飛行はプログラム済みよ。サインが消えるまでシートベルトは外さないで。携帯は禁止。もちろん禁煙だからね。はあ。カウントダウンは。面倒なことは抜き。発射！何か異常は。いや、本当にこの基地か。ここの警備はワールドマーシャルが契約している。間違いない。そうか、行ってみよう。イグジフが所属不明を返していた。この基地の警備はワールドマーシャルに委託されてたわ。でもサイボーグのハードウェアはデスペラード社も同じものよ。なるほどな。ワールドマーシャルが配備したサイボーグで基地を乗っ取り、デスペラード社の仕業に見せようってわけか。パキスタンのテロリストに雇われたデスペラード社がサイボーグをハッキングしたって筋書き。
でもデスペラードとワールドマーシャルの関係がバレたら。イラクの大量破壊兵器問題を思い出せ。マスコミは都合の悪いことは報道しない。愛国者たちが消えたところでスポンサーには逆らえない。そうね、残念だけどその通りだわ。でもサイボーグたちがこの基地を制圧したとすると、生身の兵士は寝返ったか殺されたか。外部と通信する可能性のある人間はブレインハックされたのかもしれん。ええ、外部と連絡する人間は限られてるし、ブレインハックでも短時間ならごまかせる。着陸の時間や使用する空港については報道規制も入ってるし、エアフォースワンを着陸させてから攻撃を仕掛けるつもりね。ひとまずは管制塔を目指す。通信アンテナでもぶっ壊してやれば米軍も異変に気づくだろう。そうね、でも気をつけて。もうウィンドウ・オブ・デストラクションもサムもいない。大丈夫だ。Don't you love me?